こんにちは。今6時1分22秒。キキさん、お願いします。はい。何ちょっとマーク動いてくんない？よいしょ、よいしょ。みなさん、こんにちは。今6時1分22秒。えーと、キキは何を持ってるんですか？多分シーンかな。シーンです。じゃあ今開きますね。開けれる？全部でね、17個入ってる。ごさーん、ウケーキーケーキーって初期だ。ゴーの購入品紹介が始まっちゃった。かわいい。スマホケースです。裏はこんな感じです。はめてみる。裏はね、こんな感じで。かわいいじゃん。やってます。見えてぴったりだね。よかった。はい、はい。私はペンケースにしました。こんな感じ。やだ、ま、もっと中身はこんな感じ。近いで、反対はこれかわいい。あ、なんかこれ挟めるようになってるじゃん。定規とかこんな、ね、はい、次お願いします。はい、これはシーンの裏切りだと思います。レインボーの割り。母ちゃんかわいい。かわいい。かわいい。もういい。パパ。パパどれ？パパ。パパ。かわいい。ママ好きそう。ママこういうの大好き。なんでこれがレインボーの子をシーンで買いました。パパとね、水色と、うん、ピンクと。まあ、どっち？どれ？黄色。黄色のズボンどこかな？これ上着？そう、上着。これ運動の時にいいんじゃない？じゃあこれ体育でも着れるわ。でね、こういうさ、黒とかピンク好きじゃない？うん、靴も黒ピンク。黒ピンク好きだよね、なんだか。かっこいいタイプだ。じゃあ次、キキですか？はい。靴下いっぱい頼んだからね。一つずつ、はい。5足。全部で5足ですね。はい。わかりました。じゃじゃーん。おー、かわいい。これね。ゴーも欲しい？グリーン。どんどん。じゃじゃーん。これは。ゴー気に入った？それ。洗濯してんの。見てる人に映してあげて。映った。おお、こっちに映してあげたら、こっちこっち。こっちカメラ。おお。見えたかな。上手上手。これ何色ですか？グリーン。グリーン。一応これジュースっていうかカフェのもの。可愛いね。見えないかな。いや、多分映ってるかな。みたい。うん、中生地がこれはキキのズボンです。どんな感じでしょう。キキどんな方っけね。あ、かわいい。あー、リボンついてるやつだ。いいね。いきます。はい。 おいいじゃん。黒ピン。あ、これちっちゃくない？はい。え、嘘。え、ちっちゃ。ちっちゃい。次はシーですか。キキもね、同じの靴を買いました。ママちっちゃい。こ
氷は大きいな、だいぶ。でかい。大きいサイズどうかな。大丈夫。コーヒーと。オッケー、オッケー、オッケー。あ、キキ大丈夫。ねえ、とキキ以上かな。以上。はい、以上。じゃあちょっとゴーのも開けてもらっていいかな。これはゴーのなんか上着っぽいのやつです。うご。はい。ゴーのはね、ママが選んだんだ。あらら。気に入ってくれるかしら。うん、こう見て、どうこれ。こういうやつで。かっこいい。かっこいい、柔らかい。こういう。ゴーのもあります。あ、おズボンもありました。こんな感じです。こう、あとこれどう？ズボンかっこいい？大きいな。ちっちゃいって。あとゴーの靴もある。ズボンの靴です。ゴー行くよ。行きます。じゃあ、黒白。え、ちっちゃいかなこれ。靴ちっちゃいですね。どう靴？あ、ぴったりって感じ。今が超ちょうどいいって感じ。あ、いいじゃん。ん？ぴったり。でっかい。もう切り目さなの。これ私、まあ絶対好きじゃん。これ私っぽい。超可愛くない？これ私です。キッズなんだけど。ベスト。そう、ベスト。え、キッズ用の頼んだの？そう、キッズの一番大きいやつ。こんな感じです。かわいい。かわいい。いいや。もう一つ。あ、そう、もう一個ある。パンポ。え、かわいい。かわいいでしょ、うさぎ。外国人って感じ。あ、めっちゃかわいいな。かわいい。あれ、ちょっとちっちゃいかな。ネネサイズだね。いや、ね、ちょうだい。あ、あとママのだ、これ。ママ作ったピアスをさ、友達とかプレゼントしようと思ってこれ買ったんだけど、ちょっと思ったよりちっちゃかった。ピアスの台紙っていうのを買いました。あ、これも台紙だ。これもあのピアスをつける台紙なんだけど、これもね、つけてちょっとプレゼントしようと思って。おー、これは立派だ。これいいね。なんかちょっとこういう模様がついてる。本当はここに合ってるかな。あ、そうそう、これ。もうこれピアス台紙を買いました。 OK？ いいよ。それではねねさん、お願いします。はい、じゃあゴーくん、お願いします。じゃあ、はい、ポーズ。お、かっこいいですね。はい、ポーズ。お、いいね。決まってますね。いいね。じゃあ、最後はキキさん、お願いします。はい。はい。おならしてる人いる。最後はモデルポーズお願いします。お、いいですね。ぴったりだね、キキ。